ゼロマネジャー修正ミダ。本日なんですけど、本日は対談というところで、ちょっとねゲストをお呼びしていますので、ぜひあのね今日はちょっとフランクにお話をしながらちょっと美容の話をしようと思っておりますので、あのぜひね最後まで気になる方は聞いていただければと思います。はい。じゃあそれではちょっとお招きしたいと思います。ではどうぞ。こんにちは。はい。今回は1回目初めてなんですけど、こういう形が。あのヘアメイクの神蔵さん、神村神蔵さんって方に来てもらって、いろんなちょっと美容の話をしながら皆さんの方にいい情報をちょっとねシェアしたいと思いまして、こういう形を取らせていただきました。はい、簡単に何か自己紹介。自己紹介です。普段は撮影とやってます。ヘアメイク、そうですね、コマーシャルや、まあ、タレントモデル、いろいろそうですやらせてもらってます。あれですもんね、僕と、はい、出会ったきっかけ、もうだってもう10年ぐらいですか。そうだね。CM 広告の撮影の時におしゃれになって、うん、そこからね、いろいろ教えていただき、いい仲良くね、プライベートも仲良く、飲み友達みたいな、はい、はい、はい、な形でちょっと美容にすごく詳しいので、ぜひね、皆さんの方にいい情報をお届けできたらなと思っております。はい、なのでちょっとフランクにちょっとお話できればなと思ってますけど、はい、僕、そう、韓国で美容でちょっと詳しくなって、うん、まあ、そういうの発信してるんですけど、YouTube で、僕たちで、うん、見てますね。なんか日本の化粧品となんかそのやっぱ外国、まあ、僕だったら韓国になるんですけど、まあ、アメリカとかでも、まあ、いろんな国でも、まあ、その特徴あると思うんですけど、なんか日本って特徴されてる何かあるんですか。なんかここが強いとか、なんかこういうところが弱いとかみたいな。どうだろう、うん、まあ僕実はそんなに韓国の化粧品詳しくなくて、ただ日本とかでもそう、すごい評判を聞いてる、すごいいい評判を聞いてるんで、まあ機会があったら使ってみたいなと思うんですけど、そう、それをねまだ比較まではしたことはない。いつも同じ化粧品を使ってるかって言ったらそうじゃないんですけど、一応なんだろう、トータル的に肌の弱い人でもノーマルスキンでもドライスキンでもある程度こう対応できる化粧品をいつも選んでるんで。なんかすごく敏感肌に作られた化粧品とかってあるじゃないですか。ありますね。で、なんかすごく僕いつも思うんですけど、あとすごいみんな結構敏感肌の方見てる方めちゃくちゃ多いんですよ。で、敏感肌用に作らないなんか意味があるのかなっていつも思ってて、なんかその成分とかもう全部敏感肌用に作っちゃえば皆さんに合うじゃないですか。そうだよね。あれってなんか敏感肌じゃない人に作るっていうのはやっぱ成分が強くてなのか、なんかそういうのがいつもすごく思ってて、僕オーガニックのものが一番まあ割と多いんですけど、オーガニックでもやっぱり成分が強いものってあるんですよ。ケミカルじゃなくても。そうです。でオーガニックでさえもやっぱ肌にまあかぶれがあったりとか、ちょっと、ね、炎症が起きたりとかっていうのは聞きますよね。わかります。だからすごく敏感肌なんですけど、うん、オーガニック用の探してるんですけどっていう人すごく多いんですよ。めちゃくちゃオーガニックだからっていうわけじゃ本当はない、うん、だただそれをどういうふうに使うかっていうことだと思うんですけど、そうそう、確かに、はい、もう極力なんか成分とか弱めるわけじゃないんでしょうけど、こう薄める感じっていうのかな。男性の化粧、まあちょっと話ずれるけど、男性の化粧品、まあファンデーション塗るときもファンデーションでちょっと薄めて素塗りって言って薄く塗るんですよ。女性の普通のファンデーションよりも若干薄めにちょっと乳液とかでね、ちょっと緩くしてあげて、それで塗ってあげるとね、すごく透明感があって綺麗だったりとか、その美容液とか乳液も、強かったらちょっとよ抑えめに塗ってあげるとか、なんだろう、こうその人に合うまで合う化粧品探すっていうのが一番ベストなんですけど、敏感肌だからオーガニックを使った方がいいみたいなことじゃないってことですよね。なんかそのまま持ってるんですよね。あまりそこにこう執着しない方がいい。
まあ、あのいいものはいいし、あの自分に合うものは合うんで、うん、決してオーガニックが一番っていうわけじゃないと思うんですけど、うん、まあまあケミカルなものよりは僕はいいんじゃないのかなっていうふうに、あとは使い方、あと僕使ってるあのソワンドってお水、あの弱酸性の、はいはい、スプレーみたいな、はいはい、あのミストの、そうそう、水があるんですけど、うん、それはあのフランスの温泉水なんですけど、 あのね、弱酸性水って珍しいんですよ、実は。あの弱酸性水って歌ってるお水ってほとんどなくて、そこのソワンドっていうものだけなんですけど、それでちょっとほら、あの薄めてあげるっていうか、それって売ってます、ね、宣伝しん、いいですよ。それって普通にどっかなんかアマゾンとか Q10みたいな、あ、これこれアマゾンとか Q10みたいな、あ、売ってますよ、売ってるんですか、これ、うん、もう長年使ってます。ずっと、ソワンド、ソワンド、お弱酸性、フランスのやつですね、フランスのお水ですね。こういうのだったらやっぱアベンヌとかもあるじゃないですか、 なんかアベン、まあ、他のメーカーさんのことを言っちゃあれなんですけどあれはね、アルカリ水、あ、アルカリ水なんですか。弱酸性水ってほとんどないと思う、僕これしか知らないんです。あれですか、髪の毛とか顔とか、そう、髪の毛、あ、男性もヒゲ剃りアッチとか塗るとクリームとか嫌な人でも結構しっとりするんですよ。じゃあ男性とかこれ1個だけでも1個だけでも、僕は大体これで済まして、あの冬はねちょっとあの乾燥するんでちょっと乳液塗ったりはするんですけど、夏場なんてこれ1本で全然大丈夫。日焼けなんかにもね結構あの弱酸性って効きます。美容液っていうのは肌をいい状態に整えるとしたら、これはどっちかって言ったらこうあの薬じゃないんで、温泉水なんで、ちょっとあの何だろう、いつもの状態に戻すっていう、上げるんじゃなくて普通に戻す。あ、そういうのいいって言いますよね、うん、なんか自然なものなので、自然なのほうがいいって言ったりするから、本来何もやらなくてもいいんじゃないかって言ったりしますし、本当はね、本当は、うん、究極言っちゃえば、究極言うとね、だからそれもいきなりやっちゃうといろいろ問題があるんで、もう小さい頃からずっと自然の中に生きてね、川の水で洗ってるとか井戸の水で洗ってるとかっていう人って多分ね、すごく肌が丈夫だしトラブルないと思うんですよ。たまりますね、何もやってないって言ってやってないっていうモデルもいるし、すごく綺麗な人いますよね、いますよね、ほんとびっくり。でもまあ親からもらったものもあるんだろうけど、あの慣れっていうかな、なんだろう、積み重なったものだと思うんですよね、うん、皮膚って多分ね、まあ体の細胞も髪の毛もそうだと思うんですけど、適応能力があると思う、環境に対して。だから寒冷地行けば寒冷地の肌とか、そういう体が変わってくるし、暖かいとこ行けば暖かい体質に変わってくると思うし、それを自分で作っていくっていうのは必要なのかもしれない。で、そう、化粧品でこれがあると自分のほら一個の何できちゃう、適応力ができちゃう、なくなっちゃうとちょっとトラブルあったりとか、化粧品って割とねそういうものなのかなって。ああ、そうですね、確かにね、わかりますね。季節によっても変えたりとかしたりとか、ね、そうそうそう、なんか究極一番しなくてもいいのかなって、いきなりだとなんかすごく乾燥したりしますけど、うん、そうそうそう、なんか減らしていく作業なんかすごく大事になってきてるんですよ。そう、どんどん増えていっちゃうじゃないですか、増える、これ好きなとかって、まあね、これ使ってみようとなってパックしようとかいろいろあるでしょ。で、何が肌にダメな影響になってるのかっていうのが分からなくなってきたじゃないですか、うん、あれこれがダメなのかっていうのが、うん、だから本当減らす作業の方がいいのかなって ね、 ね、もう週にほら1度か2度ぐらいはちょっとお休みさせるとか、うん、よく聞きますよね。聞きます、うん、あれは本来ほら体の中とか皮膚が持っているあの能力をそこでちょっと出してあげる、うん、じゃないとほら皮膚も環境に馴染んじゃうんで、うん、機能しなくなっちゃう、うん、たまには機能させてあげないと、うん、
皮膚の、 あの適応力はねすごいと思う。ヘアメイクしてて思うのはやっぱりこうすごい若い10代に多いのかな、こうすごくこう代謝が良くてこう 肌にトラブルがある人、ニキビだったりとか、あとまあ極端に乾燥してたりとか、その人たちにやっぱ合わせてお化粧 していかなくちゃいけない場合もあるので、そういう場合はねちょっと時間かかったりします。今すごく多いのがやっぱりファンデーションとかやっぱああいうの塗る人がやっぱ少なかったです、マスクのあれで、やっぱりそういうメイクとか教えてもらいたいとか、あとなんかすごく僕のチャンネルってすごくもう 80% とかが、まあ、女性の方なんですよ、しかも10代から20代、でやっぱりマスクしてやっぱりそのメイクもすごく興味あるけどめちゃくちゃ多いんですよ。そういうのでマスクメイクとかすごくかかりますよ。マスクメイクね、マスクメイク、マスクメイクはね多分ねこれからテーマになってくる、なりますよね、いろんな意味でね。化粧品メーカーも多分動いてるんじゃないかな。ですよね、だからケイトとかもマスク出したじゃないですか、ね、なんかおしゃれなとか、ね、小顔のやつとか、いやもうあれ時代だなと思って、もう人間がマスクと付き合っていかないといけない時代になったというか、ね、そうだね、あれってそう、だからどうなんですかね、マスクメイクというか、なんか逆になんかああいうマスクについちゃうなんかクッションファンデとかファンデーション、リキッドとかああいうものって売れなくなった分、スキンケアの商品が売れてきたみたいな。なるほどね、そうだから結局はどっこいどっこいだけど、メイクのものが売れなくなったってあった。なるほどね、まあ目とか眉はね綺麗に、あの綺麗にっていうか、まあ、表に出てくるんで、眉メイクとかいいんじゃない、眉メイク、まあ、アイメイクもそうなんだけど、あんまりこう目ばっかり強くしてもちょっとバランス悪いんで、意外とね眉のお手入れ綺麗にしたらかっこいいかなと思うんですよ。マスクに合わせて、マスクに合わせて眉の形を綺麗にするとかね、女性なんか特に、なんかそんな商品出てきそうですね、なんかそうね、目元はね、あとはほら何あの目の下のくすみだったりとか、ね、あのクマだったりとか、あの辺はねいつもこう取ってあげるようにしてあげないと、意外と目だけだと目立っちゃう。ああ、逆になんかその、あの僕すごく思ったんですけど、マスク、クマある人、僕もクマあるクマなんですけど、やっぱり黒のマスクって流行ってるじゃないですか、割と多いじゃないですか。白だとやっぱ白でここら辺がなんか飛んだように見えるんですけど、ね、黒にすると逆に出るんですよね、なので逆に僕はこれハイライトの方を塗るようにするとやっぱり隠れるから、ハイライトはやっぱ黒マスクだけすごい必要だなって思う。白だと目立たないんですけど、黒だと2倍とか3倍になるんですよね、目立つので、これはすごく僕だから黒のマスクしてる人はもうだから 見ても、僕もそうなんですけど見てもすごくクマ出てるなってめちゃくちゃ思うんですよね。そっか、だから黒って本来あんまりそのなんだろうよろしくないっていうか、あんまりよく見えないっていうか、あのね黒ってほらあの光をあの発しないんで、どっちかっていうと光を吸っちゃうんで、白って反射するんだけど光を吸われちゃうと、せっかくここにハイライト光が入ったのに白いマスクね、でも黒だってやっぱり光を吸収しちゃって、ここがやっぱり目立っちゃう、だと思うんですよね。すごくそれは分かる分かる思ったんですよ、だから白とかああいうピンクとかベージュとかのマスクの方がいいんじゃないかな。いいかもね、いいですよね、見栄えはね、見栄えは、確かに黒はかっこいいけどね、でもね、黒はそうですね、洋服とか合わせやすいし、やっぱファッション的にも黒ってそうだよね、なんか合わせやすかったりするので、結構多いですよね。多いね。黒は、雰囲気がガラッと変わるしね、なんか、ね、黒。確かに、確かにそうですね。でもその分、ほら、目元をちょっとこう、一段トーンを上げてあげると、黒いマスクの時はちょうどいいのかも。ちょうどいいですよね、確かに。そう。でも撮った時になんかちょっと、やっぱり目元が小さく見えるっていうか、ハイライト入れると、やっぱなんか、そうかもね。小さく見えるじゃないですか。そう、だから、これがね、ちょっとね、面白いよね。でもほら食事の時はマスク取るじゃない、マスク取った顔と
マスクしてる時のメイクってやっぱりちょっとこうギャップが出てきちゃうと思うんで、その辺のとこでどういうふうに収めるか。そうですよ、ね、一日ずっと撮らないわけにもいかないし、ないですよ本当に。そう、うん、そうなんですよ、ね、そのバランスだよね。黒って難しいと思います。黒マスク、黒マスク難しいですよね。黒マスク、うん、もう割り切っちゃうとかね、ご飯、まあ今みんなでご飯食べることもなくなったっていうか、しちゃいけないっていうかね、自粛させられてるけど、だったらまあ今日はお化粧していこうって言った時に目元メイクとかね、眉と目元きれいにしていく、あと目の下、うん、このぐらいは、まあ、あのファンデーションがつかない程度、うん、で口元とかはリップやっぱり塗れないし、うん、塗ってもほらついちゃうんで、その辺だろう、まあ半分半分になっちゃうけど、ファンデーション、まあファンデーションって言ってもたっぷり塗る、ここだけ塗るっていうんじゃなくて、ちょっとこの目の下だけちょっとファンデーション塗るとか、あと まぶた、あのシャドウ入れるときにちょっとファンデーション薄く塗るとか、その程度に抑えて、お化粧すると意外とかっこいいんじゃないかな。広告ではほら目のアップとか唇のアップとかっていうのあるんだけど、極端に言うと片側しか映らなかったら片側しか僕はメイクしないし、そういう感じで考えればマスクメイクっていうのは、これからもしかしたら受けるかもしれないですよね、うん、それは一つ持ってていいかもしれない。あとはほらマスクしてる時とマスクを取った時のそのあまりのギャップの違いだけを避ければ、確かにマスクでありましたよね、マスクメイクで、あのダバチンでしたっけありましたよねあれでもなんか すごいですね、あそこに目つけてて、うん、ねえ本当だよ、すごいですよね、相当結構前ですよね、でもまあそうなってくるよね、なってきますよね。みんな何したいかと、 目的とかも、あの選べば自分おのずとなんかほらどういうふうにしたいのかって見えてくるし、みんなやってるからやるんじゃなくて、自分はこのため、まあ、仕事行くためにお化粧するとか、あとはね、街にも出れないような状況なんで今、そうですね、確かに、自分にスイッチ入れるときにお化粧するっていう場合もあるし、女性はね、そうですよ ね、確かに化粧もだからしなくなった人増えましたよね、増えたかもね。そうね、マスクしてるからってちょっと安心してる人もいるけど、実はなんか意外と見られてるっていうか、目の仕草で意外とこうなんかこう感情が分かったりとか、そのうちどん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 こう何、みんながそういう手段を使うようになってくる、そうですね、目を見たりとか、こうレッシャー見たりとか、そういうのも最近だって男性もすごくやっぱす、はい、去年ぐらいからめちゃくちゃ増え出しましたね、はい、増えて、なんか僕のチャンネルもそうなんですけど、なんか圧倒的に今男性めちゃくちゃ増えてきてるんですよ。あ、本当？すごい勢いでびっくりして、男性ってさ、なんか韓国の人たちってみんな肌綺麗だし、その辺の意識って多分日本人にも、日本の、若者たちっていうか10代20代、多分意識し始めてんじゃないか。多分そうだと思うんですよね。韓国って、あの高校生とか、あの中学生ぐらいから皮膚科に2週に1回行くんですよ。行ってもうその頃からレーザーとかニキビは手で絶対触らないですもん。絶対です。本当で病院でやってもらうんですよ。出たら、いやもう出たら、だから2週間に1回行ってとか、まあその間出たら行くっていうので、処置していくので、もう基本手で絶対触らないです。だから病院に行くものだと思ってるんで日本ってやっぱり、あ、それでも自分で潰して取っちゃおうみたいな関わるじゃないですか。あれって小さな時からしてるとやっぱりどうしても後になっちゃったりとか、そのやり方側がやっぱ先生にやってもらった方が圧倒的に上手だと思うので、そういうのがあるから習慣づいてるんですよ。韓国のその美容外科の多分需要が多分日本なんかより全然多いんだろうね、多
多分そう、それがもう定着してるっていうか、うん、日本ってまだまだ美容外科って何かこう特別な敷居がちょっと高い気がするんだよね。そうですね、確かにね、うん、そうですね。でもマスクシートとかパックとか化粧品とかって、うん、普通にサッカー部とか野球部みたいな人たちが買いに来たんですよ。本当に来るの？買って、ブワッと買って。そうなんだ。みんな日本人？いやいや、韓国で、うん、今日何買うのって、これ良くないよとか、うん、これはいいよとか、うん、普通になんかよくあの韓国で有名なそのイニスフリーとかプチプラ系のとか、うん、みんな買いに来てますね。あ、そう。で、それだから見てて、ちょっと可愛いなと思って、これ良くないよとか言って、普通の坊主頭の子が言うんですよ。あ、そう。そういう文化。意識高いね。意識高いですよね。そうなんだ。だからニキビできたから病院行った方がいいよとか、レーザーしないよとか、そういうのを普通にそこで言ってるので、なかなか日本じゃマック行ってそういうところではなんかマックドナルドとかすごいね話は見かけないっていうか。そっか、へえ。そう、あと韓国って肌が綺麗じゃないと成人になった時に、まあサラリーマンとかになった時に肌が綺麗じゃないとやっぱり仕事ができない人って見られるんですよね。ああ、そういう文化があってそこにケアできる意識がないっていう、っていうので、あとそこにかけるお金がないっていう見なされる。だから大人になった時にすごい文化だね。なんかやっぱり身だしなみは男はちゃんとしっかりバッてしてるっていう。なるほどね。だからやっぱあと女性に対しても優しくとかジェントルマンだったりとか。なるほどね。そういうのがあるからなんか肌のケアもっていうのがやっぱ男性ですね。やっぱそこはやっぱ違うなと思ったりします。そうか、まあそう、まあ極端じゃなくていいけど少しはそういう意識は持ってもらいたいなと思いますよ。いいですよね、日本人もね。うん、うん、あ、いいことですね。そう、やってて損しないですもんね。まあね、綺麗で別に損しないから。まあ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 、まあ、そうですね。ちょっと日に焼けすぎちゃうあれなんですけど黒いんですけどまあ多分韓国の商品安いですからね。あ、だからもう国民の意識がやっぱ高いから需要がある分コストも抑えられるもんね。どういう文化かにもよると思うんだけど、日本なんかももしそういう意識が高くなれば、コスメ的なものも安くなってくれれば、ね、一般の若い人たちもどん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 買うようになるだろうし。でもあれ、去年2020年とかってやっぱり。なんですか、観光ビザが通ってなかったから、うん、やっぱ行けなかったじゃないですか。うん、行けないってことはやっぱり広告料が乗っかってきてないやつは、うん、分からないじゃないですか、新商品に対しては。うん、あれってすごくやっぱり売れなかったんですけど、うん、でも興味を持とうと思った人たちがその時に調べ出したから、うん、今になんか増えてきてるじゃないけど、もの自体はだから2020年とかやっぱずっと1年通して新商品出てくるのに、うん、多分売れてないと思いますよね。日本だけじゃなくても、うんね、韓国のものがやっぱアメリカとかヨーロッパでもやっぱ売ってるので、そうだね、情報が得られないとなると売れないし、売れないよね。本当はもっともっとね、そう世に出るべきなんだろうけど。だからなんか最近本当に男性の方がだから10代20代の人が増えてきてるのとはなんかそうなのかなと思って。意識高いね。意識高くなってる人が多いのかもしれないですよね。そうだね。しかも本当。最近 の, その第2回目の緊急事態の時にやっぱ増え出したってこと、うん、しなきゃいけないなと思ったんですよ。あ、ね、ちょっと似たような話だけど、もう家にこもってばっかりいて運動しなくなって食べてばっかりいるからどんどん太る人が増えてきてるでしょ、うん、僕の周りもそういう人が多いんですけど、そこでやっぱりこうちょっと朝早くランニングしたりとか、うん、体操したりとか、それでねこう維持してる人たちはなんかね以前より増えた気がする。うちの近所の公園なんかに僕はたまに走ったりするけど、全然人が多い今。もちろんみんなマスクしてますけど、すごいもう朝のね5時半とか6時になったらすごい人が多い。7時になったらもう、そうだから会社行く前とか行く前にもう、もう30分とか軽くね、公園大体1周1キロぐらいするんですけど、それ2、3周して会社行くとか、そういう人増えてると思う。
びっくりするよ、本当多くて、そうですね、運動も大切ですからね。ね、韓国もだって街にっていうか公園とかに運動器具があるんですよ、全部。あ、こういうマシンとか。マシン全部置いてある。すごいね。おじいちゃんおばあちゃんとかが朝一に、来て運動しますからってずっと。それ政治家がすごいよね、でもね。すごいですよね。そういうことをさ、国が出してますから。国がね、国の税金でさ、賄うんですよ。すごいね。見習ってほしい。そう、そこでみんななんか、だから朝喋ってるから、なんかおじいちゃんおばあちゃんとか朝なんか叫んでるんですよ。はいとか言って、そうそう、面白いですよ。でコーヒー飲んでたりとか、面白い。そう年配の人がね、もうびっくりするよ。5時半ぐらいからもうずっと歩ってたりとかさ、ほんと多いよ。お年寄りの意識が高い、やっぱり。だからほら、人のいないもう早朝からこう寒いけどね、はい、歩き出したりとか。そうするとほら、一日になんかこう、いいんだよね。朝運動するとテンション高いまんま、はい、一日いられるから。最近だからラジオ始めたんですけど、で、なんかラジオ番組持ってるの？いや、一応スタンド FM っていうラジオ番組の自分のやつ、本当今年入ってから始まったんですけど、いや、登録者人数が来るのがすごく多くて、そう、そこまで興味持っていただけてるんだなと思って、なんかラジオって自分作れるの？作ります、作るんですよ。そうなの？はい、で配信してるんですけど、それで、で、まあ、去年ツイッターやったのかな、去年ツイッターやった感じと似てるんですけど、やっぱりツイッターもやったきっかけは、みんなにその流行りの時差を埋めたくて、皆さんになんかお伝えしたくて、簡単な文で、URL で分かっていただければいいなと思って、でも結局、文字じゃないですか、文字だね。だから、あれってちょっとどれができないかなと思ってずっと考えてて。で、まあ、YouTube ってこういうコンテンツでみんなにお届けするのはもちろんやっていくんですけど、これからも、やっぱり間に編集とかそういうのがいっぱい詰まると、やっぱりそこまでに何日かどんだけ、ね、早く出してもやっぱ期間かかるので、そっか、それを埋めたいなと思ってて、そうだね、ラジオをやったのがきっかけで自分の言葉で発信できるっていうのが、もう本当に、あ、これだと思ってもうマイクとかバーってなってライブしたりとか、あと、まあ、作って流したりとか今してて、ね、YouTube が人気出た理由ってやっぱり音と映像なんだよね。そう、音と映像です、はい。今までほら 本はほら活字だけなんで、あと写真は絵だけ、まあ、写真って動かないじゃない、はい、でそこに字だけの説明あっても意外とみんなさ、こう見ない。うん、どっちかって言ったらやっぱり映像をずっと見たりとか耳で聞いたりした方が入ってくるんだろうね、うん、情報がね。なんかそうですよ。だから映像にかなんかみんなで言ったのはやっぱり映像には嘘がつけない、ある程度っていうのが、やっぱ写真にはレタッチとかなんか綺麗にすることってやっぱりできたりするじゃないですか、技術で。動画って動画もできるんですけど絶対バレるんですよね、やっぱりバレるし、ある程度その見せ方としてよく見せるんだったらそのメイクとかになってきちゃってるか、そんなのが多分映像が流行ったんじゃないかなってみんなが調べ出したのが、でそれがみんながなんかもう分かってきたよじゃないですけど、やっぱりいろんなテレビ局だいろんな企業が作り出してきたじゃないですか、でその流れで今ながらで聴ける、耳で聴けるとかそういうのが多いんですよね。コロナの影響でとっても耳が良くなってるのかもね。そうですね耳で、うんうん、だから音声は結構多いですよね今ね。多いんだ。神戸さんだから音声コンテンツ一人でなんかすぐ空き時間にパッと喋ってライブしたりとかすぐできるんで、本当いいと思いますよ。本当俺化粧品作ろうと思って。いや、いいですよね。俺ちょっとだから最初からこう化粧品の基礎化粧品セットとかっていうのは作る気は全くないんだけど、まあ、ちょっと今必要だなと思ってるものから作っていこうと思って、あ今ねバーム保湿クリーム、あーバームこれはね、意外と夏でも冬でも季節関係なく自分は使ってるんで。わかります。そう、仕事柄まあ顔もそうだけど手とかの保湿が
いつも必要なんで。そう、分かります。今ちょうど本当リアルタイムなんですけど、うん、僕の今そのそのラジオチャンネルで、うん、バームでみんなでこのバームがあのいいですよとか、バームが気になる方がすごく多くて、うん、もうバームバーム、マジで俺すごいバーム作る俺すごいバーム作ろうと思ってんだけど、絶対作った方がいいですよ今バームだから。僕も検索してて教えてもらったりとか、ね、オーガニック系のかな、その人言ってたのが、うん、なんかすごく良くて、なんか僕もなんかバームって髪使えるし体手全部使える。そうで一応まあ化粧品って日本ってちょっと結構制限があって、まあ今勉強中なんですけど、顔に塗るものと体に塗るもの、手に塗るもの、髪に塗るものってね、一応こう薬事法じゃないけどね、分かれてる。あ、分かれてるんですか。そう。じゃあ一応だからダメなんだ全部。美容液とかっていうと、まあ顔。体に塗っちゃいけないわけじゃないんだけどね。顔とか、あと乳液とかクリーム。でもバームになっちゃうと保湿っていうことで、手とか体とか、まあ足、なっちゃう。顔って入れちゃいけないよ、いけないっていうか。ダメなんか。ダメじゃない。ダメじゃないんだけど、なんかその辺のこう認可があるんじゃないかって今ちょっと調べ中。勉強中。確かにそれは確かにありますね、うん、バームクリームとかそうなんです。バームはなんかこう一応こう枠がまた別の別物扱いされてる。そうなんです。僕は塗るけどね、うん、でも多いですよね多分塗ってる方多いですよ、ね、塗る。だってさ、あのバームって保湿なんで顔を塗っちゃいけないなんてあまりこう考えたこともないんで、うん、そう。すごいですよ。体に塗るボディーローション、ローションつけて お風呂上がりつけて、その後に顔にも少し つけるんだけど、その後に乾燥してるなと思ったら保湿クリームあの塗るしね、自分の顔にも、うん、バームとかもうこういう缶から缶の多いじゃないですか、うん、缶とか、うん、まあね、プラスチックに多いですよね。あれって俺すごく思うんですけど、旅行持ってくとかめちゃくちゃありがたい。いいよね。いいですよね。いいよね。このぐらいがいいよ、ね。大きさいいですよね。そう。あと車にポンって入れておくのとか、そう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 、なんか、うん、いろんなところにポンポンって置いておくのとか。で、ちょっとほら、塗ったりとかさ、できるね。カバンの中に入れておくとか。あれいいですよね。そう。俺が作ったら、差し上げますから。ありがとうございます。バームいいですね。確かに。そうなんです。バームだからいいですよっていう人がやっぱりすごくラジオで多いから。まあね、多いんでしょうね。成分のいいものもだけをちょっとチョイスして、今配合をどうするかって、そこまで来てるんで、もうすぐできます。あれ使ってますよ、ホホバオイルの、うん、オーガニックのオイル、もうそのまま髪の毛つけたり、はい、そのままね、そのまま、そう、体とか顔もつけたり、最後につけてとか、うん、もう全部つけても全部使えるんで、全部使えるんです。ホホバオイルめちゃくちゃいいですね。いいよね。そうなんです。あと、まあ、蜜ろうのものとか、オイルが苦手な人は蜜ろうだったりとか、そう、あと、まあ、全部配合してる人もいるし、オイル、ホホバオイルとか、もう、オリーブオイルなんかも配合されてたりとか、で、あと蜜ろうもあったりとか、結構ね、いいですよね。いいと思う。なんか家にあると。うん、本当に化粧水と僕スプレー作って、保湿スプレーとか、うん、あれめちゃくちゃいいよね。いいですよね。そう。ああいうので作っちゃったら、ね、もう無敵だよね。無敵ですよね。だから逆にオーガニックですから、コスメがあれが。そう。ああいうのを、そうなんだよ。本当そう。なんかだからそれができて自分に合っちゃうと、なんか売ってるもの高いなと思っちゃう。ねえ。本当だね。確かに。ホホバイルのオーガニックのだ 100ml で。600円ですよ。そうですよ。そうだよね。はい、だから体とか足に塗る分にはさ、全然いいよね。そうです。顔にだって髪にだって塗れるしね。はい、そうなんだ。そういうのを使った方が。そう。いいよね。あとは、そこに、ちょっとほら、リラクゼーションとか、アロマですよね。的なものをちょっと抽出したものを入れたりとか。そうとほら、香りもなんかこう、はい、上がって気持ちも良くなって、リラックスして
で保湿されたらもうなおさらいいよね。いや本当にそうですね、うん、それ作ってますからなんかこう売る目的じゃなくて自分のなんか本当自分だけのコスメってねやっぱりね流行ってもいるよね。流行ってますね、うん、YouTube 見ても作り方いっぱい載ってるし、あと俺が読んでるその化粧品の本にもすごく、はい、詳しく成分とか調合から全部載ってる本とかもあるし、いいよね。確かにいいですよね。ただ防腐剤とか一切入ってないんで、うん、使う期間が短かったですね。そう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 、短いです。2週間とか以内に使ってくれとか、大量には作れない。そうです。あと確かに瓶とかなんかかけられるんですよ。なんかプラスチックなんかダメですよね。だ遮光性のある瓶だったりとか、プラスチックは良くないとか、そう、いろいろある。日が当たると成分がこう変わったりとか、あと変色したりとか、そういう影響もあるね、成分もあるので、ね、なんか48% なしますいいね、もうそろそろ良さそうですかね。いいですか。そうですよね。大丈夫。またいつでも喋るから、はい、じゃあ今回はちょっと長く話しちゃったんで、またねこんな形でいろんなゲスト呼んで、また肝臓さんにも来てもらって、こういう形で話していければと思ってます。はい、今回ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。じゃあね。